ベニンシティは、ナイジェリア南部にある、江戸州の州都である。ベニン川の河口である。2006年の推計人口は1147,188人。ベニンは12世紀に、ベニン王国の首都、イビヌーとして建設された。オバエウアレの下で、江戸と改名され、皇帝たちの下で14世紀から17世紀に、最盛期を迎え、大ベニンと呼ばれたが、その面影は、 現在に残されていない。1485年に、ポルトガルが来航し、以降ヨーロッパ勢力との奴隷貿易と、増下、故障や布などの熱帯産品の輸出で栄えた。ベニン湾岸は、奴隷海岸の一部であり、取引相手となったのは、現地の主張党であった。16世紀初頭にオバエシゲは、リスボンに宣教師を送るようにと大使を派遣している。 19世紀まで、住民の中には、ピジンポルトガル語を話す者もいた。奴隷貿易の衰退に伴いベニンも賑わいを失ったが、パーム油の輸出で盛り返した。1852年2月1日ベニン湾一帯が、イギリスの保護領に組み込まれ、1861年8月6日には、ビアフラ湾一帯も、イギリスの保護領とされた。 1897年2月17日ベニンでのイギリス人殺害に対する討伐としてハリー・ローソン提督率いる1200人のイギリス海軍部隊が王国を征服しベニンを焼き払った王国の財宝や文化財のほとんどが破壊されたベニンブロンズとして知られる鉄や真鍮、象下の彫刻等による人物や動物等の造形物はこの時に持ち去られ 現在世界の博物館に展示されるようになった。これにより、ベニン王国は、イギリスのニジェール海岸保護領に組み込まれ、ご南部ナイジェリア保護領となるナイジェリア植民地に、併合された。1914年に、ベニン王室の再建が認められたが、実験は、植民地政府が握ったままであった。1967年9月ビアフラ戦争時に、 ベニンもビアフラ共和国に占領され、一時ベニン共和国となった。ラゴスの東約 320km にある。ベニンはナイジェリアのゴム産業の中心地であり、油屋市の加工も伝統的産業である。ベニン大学とベンソニダホサ大学が市内にある。観光資源としてベニン市国立博物館、オバキュや祭り等がある。ありがとうございます。